今月4日道が胆振地方の海で取れたホッキ貝を検査したところ、国の基準を2倍以上上回る麻痺性貝毒の数値が検出されたため、昨日から胆振中央、苫小牧、向川の3つの漁協がホッキ貝の出荷を自主規制したと発表しました。3つの漁協は今後ホッキ貝の検査を行い、3週連続で毒性が基準値を下回れば出荷規制が解除されることになります。胆振地方でホッキ貝の出荷規制が行われるのは1989年以来33年ぶりのことです。